イカホ神社は、群馬県渋川市にある神社である。イカホ温泉を守護する神社。式内社で、旧社格は、県社権合社。上野国造宮とされる。イカホ神社とも書かれる。かつては、三宮神社が元宮だったという。現在の主祭神は、大名口の命と少なびっこなの、命の荷座で、温泉、医療の神を祀る。ただし当社が、 現在の温泉地に移転する以前は、伊香保の山々を山岳信仰の場とした、伊括保の神一座が祭神であったとされる。また、三宮神社祭神を考慮した説では、十一面観論で、あるとされる。現在の温泉外内の伊香保神社の由緒では825年の創建。旧本社とされる三宮神社は750年創始。六国史書室は、 俗日本語期835年9月かのと羊城で、名神に列している。同6年6月更新に十五位下となり、以後紹介して880年5月25日に赤城神社と並ぶ14位以上となった。演儀式では、名神大社。上野国皇大実六町では小一くらい。上野国三宮。しかし、後援豪族が衰退したらしく、中世以後は謝税衰尾した。 尾崎ききを、伊か保神社の研究によると、当初の山岳信仰時代には、現在地に鎮座しておらず、里宮として、今の三宮神社の地に、伊か保神社はあったという。また、豪族、有馬氏が祭祀を行い、和歌、い保神社のある、渋川市有馬に最初は鎮座していたとも言う。少なくとも、平安以降に、伊か保温泉街へ移転し、恩の守護神となった。 金星に入ると社号を温泉神社と称した。別当は、官営年間総研の温泉寺。1873年、社号を伊香保神社に戻した。同年9月19日には、県社権号社となる。社殿については、1878年3月火事により、全焼したため、同時に消失していた摂社の温泉神社を1884年、 合詞してその後地に原社殿を再建、現在に至る。ありがとうございます。